優勝してるのなんかおかしい。今日、ちょっと大会ありましたよ。それをなくしちゃった。うん、そうじゃないです。今年は、10月に来たの最後です。あんた頑張って受けたよ。え、まあ、そうで直せないですけど。おっ、おっ、じゃあ、聞こえる皆さんに、ドローブルーが届いてありましたね。まあ、皆さん、あなたの心に訴えておりますこれ。じゃあ、しょうがない、もう一回直すか。はい、じゃあ皆さん、こんばんは。早く来たい。はい、ということで、おみそか。さっき何話したっけ。あ、今回でも、かつては10年経つ、繰り返し向けられますよ。大島、一つ、これは、ビッグショー・ユーロス、中正月、出ましたよ、オールスペシャル。今年は、ね、どうやらどうか、いや、これでいただこうと思います。で、今回の皆さんの目標は、残り、長田さんに、今までで用意したのは、の、ケイク、お堂を用意しました。長田さんが、今年で、今年は、仕上げで、この3時間ぐらいですね、に、こう、仕上げに、向こうが、やっぱり長田を動かすので、45本の、ボールだと、ケイクに伝えたと思いますので、一生、長田正月を一体倒すことに、ロープを、一本立てて、ケイクを入れます。なので、一人一人のプラン、普通の方、例えば、これであります。ですから、カッパーは公開。カッパーは、ナッパーはずっとしてもらうんです。なので、長田45、HT45、大変ですよ。みんなも心配ですが、僕に直さないです。HT45、おしめ。チェッカー長田。おしめ長田。なので、長田さんをみんなで、おしつ、おしこつと、おいに、開けまして、おめでとうございます。長田さん、大丈夫。おめでとうございますと。まあ、毎年恒例ですね。手を足を挙げればと思います。それで皆様、応援の方をよろしくお願いします。今年、俺、20歳で分かれてるんですそうですね、45歳で分かれてるんですけど、どうぞ、どうぞ、30歳で、やっぱり30歳おめでとうございます。全然違う。皆様、ぜひ、45歳、みんな、もう、手伝いと思いますので。何歳でしたの？え、45歳です。店員さんに、もう、ロードショップの方、来てます。45分。45分。で、シュートの方に、大きいの横に、小さいのに、こいつっていうのが、45分ください。そうだよね。20分まではどうで、それではどうにかして、買えません。ということで、45分、見事に用意しましたので、皆さん、45分、ぴったり、さすがに、頑張っていきましょう。ということで、私も7人中が開けましたので、最初、始まーす。長田さんは、終わりがある人に伝わっているか。長田さんは、さっきの時でも、すごい長田さんです。はい、ということで、じゃあ、エントリーだけは、順番とてくるか。紙的なもの、多分あれは、3回、ごめんなさい、ピッピッと用意してるのは、みんなで、ちょっと頭を回っていただければので、その後、お手に対して、お手数分になります。今回はですね、これ90分あれば、俺は分かんない。なんか90分あれば、ジャガー、北海道のジャガーホックのパクリっぽい、ジャガーホックの球場に入れた。あとは、皆さんの、ジャガーホックの裏の色々あるので、皆さん、買いましょう。で、待ってもらって。
Thank you.
次、川端ですよね。品川さんですね。長津さん、ちょっと覚えてください。川端さん。川端さん、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 川僕は知らないですけど、まさか、え、そうだね、これは。山梨だ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 。私はそれを食べているときに、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 I'm not going to be able to do that.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  I'm not going to
tanto Yeah.
そうなんだよ。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 あ、テクノラブのボタンを押してみます。あ、どうぞ、押してみましょう。そうですね、一緒に立ったのに、そうですね。さあ、テクノラブの皆さん。負けた時にはいつも押してます。なので、そのようにご協力を賞賛してみよう。Thank you.
Gracias.
私はそのようになってするためなんだ。あのエネルギーはお父さん力で変わるべきだと。今のだ
ちょっと待って、今までは分かるので、3本目、ヒット。24分目。
部に行かせたらね。あーどうしたよ、やめてね、いつものことは見たけど大丈夫だよ、それが怖いのか。あーどうしたよ、今ちょっと、やめてきなさったよ、いいよ、それがない、そう、英語ができるってこと、何でやられてるの、さっき何でやられてるの、できるようになってくれ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 るようになってく
ちょっと聞いてて、地球上の女の子にして、あの、シングルやるんだよ。しばらくやったっていう。シングルはほぼ当たらないよ。今から非常に。まあ、当たったら狙いますね。まあ、ほんと、全然当たらない。うまい、うまい、当たった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 、スペシャルさん、勝手に音を開けもステージ対応してさあ、悪いぞスペシャルさん、すごいあるマジの高校生でねんじゃんあ、彼女ですよ何なのに対応してあなたが叩いてますけど彼女は彼女みたいいいよいいですよ今の1周目だけで文字の処方が
不走，那这效率就一点一点的回来。你是不是？Thank you.
That's one. Thank you.
Thank you.
ちょっと残念だった。はい。これこれ何なのか。何だか。さあ、生放送だ今。これで全部するのどうしてもなんでもない。全部違う違う。さあ、数の原因の2点目だと。今度は、バランスが出ている。さあ、これですか？さあ、もう、残らないと、さっき消えたと。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、167、178、169、180、171、172、173、174
あれが何かどうしても考えてるのか。
そういうのを見るとね、カーブがどうかそうですよね。じゃあ、ね。さあ、材料を本当に返して、
頑張ってほしい。もしは、その反応を聞いたら、そっちに、失敗は、あの、仕事が欲しいですね。はい、そうです。なお、そうなってる。いいなぁ、わーっ、あー、面白いです。そうなって、シールが。パワーは、ぜっ。いいなぁ、そうなってる。パワーは、そういうの。I'm going to go to the next one.
Thank you.
緊張してるこれ。さあ、それちょっと待って。まあ、このままでやって、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 正直、しっかり決められたところで、一致したらいいのそういうことですか。はい、ちょっと行ってみて。さあ、どうして、じゃあ、しっかり決められる、しっかり決められる、じゃあ、これから行ってみるんで、やりますよ。まあ、これも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 、カスラー、ウルトラ、ミキー、マセトル。サーブチョスローイング。どうしたことか。今、膝が変わって、死んじゃう。死んじゃう。
ったら、ちょっと無理だったら、行かせなんで。スタッフができなくて言うな。さあ、来たよ。長田シロップは、1年生、バイソンで苦手だと。いわゆるバイソンは嫌だと。ずっと言ってんのや。Okay.
さあ、終わる。Oh, yeah.
昨日は、どっちかが突っ込むか。これでまだまだなんかリードです。さあ頑張った、我慢した。さあ A 方がだんだん白髪になってきてますね。生命力をされてます。さあただ一般スカスの髪切りね、後ろチューめくってめくってあいつだね、実際ね。さあ座りされるやんねえよ。あプリソンはトラトラ投げられた。おお今のうめえな。カーリマイ吹きましたね。様子見したな。しかも A4 も鼻から吹きましたね。迷いがなかった。さあ A4 2勝。さあ直しはくず高校入学。さあどうするね。そもそもマイクが入らなくなるっぽいっせ。そもそもマイクが会場の音完璧、ちゃんと聞こえております。マジでマイク入ってんのこれ、はい、マイク入ってんのこれ。あ
あ、マイク入ってるわ、大丈夫だ。会場にマイク入ってないだけで、の配信上はマイク入ってますね。さあ、どうやら大型復帰。今現場で説明します。永田正月高校入学成功。成功ですね、今ね。16歳。16歳。 A4 対永田正月。 A4 が2枚取り合わせました。ブーさんあれ当たんないもん、さっきあれでミスったもんね。はいはい。さあ、しっかりバチカル落として、あっと、そう、早かった。さあ、どうする、逃げて。さあ、残りタイム15秒、4分、3秒と。さあ、さらに。さあ、A4 をよくやったと。はい。さあ、すごいですね。さあ、それで、前の伊佐治藤本と、さあ、永田正月7年の時。永田正月、今現在、高校1年生。16歳。高校1年生。さあ、ラテラです。さあ、マオニャンが先ほど4連勝したマオニャン。もうまで永田翔がさ、年取らせることができるのか。さあ、しばらく画面は、お幅だけの映像を代わりに流したでしょう。音声だけなんだけど。さあ、マオニャンが、止め何もさせず。さあ、空振ってしまったところにいて、いったっすね。さあ、中だけで終わって2段が投げて5になって、さあ、ラジアムだけで100って、安易にいってまったか。さあ、スモープレス。まあ、上り10番じゃないの見てから地上で5番なら裏回ろうみたいなところで、まさかのスモープレスでしたね。あれは結構相手の攻撃ギリギリ見てるんで、はい、今のはそれを逆転んでいく感じのあるスモープレスでした、うん、さあ、あれ投げないのにずるいよね。ずるいっすよね。バルスがガースしてもう一回いけちゃうの。明らかにバルロが有利フレーム取れてるっていう。さあ、ハラゲン飛び込み。さあ、マオニャンが流しを高校2年生にシグ。これはあれですね、あのモモコ 120% 的な感じですね。だんだんな、え、今高校2年生、思春期真っ盛り。思春期真っ盛り。いいセロ様、さセロ様の煽り。さあ、思春期真っ盛り。長田正月17歳になりました。そうね。さあ、それ100巻は逆側で、さあ、サバ追って上から、さあ、バクテバレていった感じですね。さあ、2017年もう残り30分切りました。すべて永田正月成人式を迎えたい。迎えたいですね。さあ、ショーパン。さあ、早出しの手。さあ、下がらないでいく。テラマーク。おっと、飛んだ。さあ、マルトライス。さあ、そのカナーシュマスエクスカイバー。さあ、その上出すゴッツァンではなく、さらに振り込んでのゴッツァン、振り返ってからにしてますね、ナーシュマス。菅です、その辺は。さあ、リードはホホンダ。さあ、出て。さあ、ゴリさんを出ていたのを裏からローリングする。あの辺の機能修正やっぱツイッツですね。すごいですね、あのキードはめっちゃ嬉しそうな顔してる。さあ、永田高校3年生、これからの進路が問われる年。そうですね。18歳、アイアロビデオ解禁。解禁。大学に行くか就職する。そうですね。さあ、マヤが2連勝。永田翔は高校3年生。サボって、サボって、ちょっと待ったな。何で高かったかな、今ね。サボって、ちょっと前は次のタクは、まあ、今あれですよ、このままケツから100台手前越してたから、今のままでは手をまっすぐ出すか、まあ、出したほうが入れますが、もうバクテン痛くでしたね。
さあ、キックの投げ。さあ、体投げ。さあ、先を受けるな、バルーグ。ずるいですね、非常に。さあ、引き取って。予定ではのハイクロスで、今のは。サクエスでローリングを止めて、と今なんかお互い超えましたね。さあドスコインに対し、さあわかんねえ、さあドスコインは、さあ1点、あ超キックで続き飛ばしたね今。さあ取り越しだけ、さあ触って、とどこに割って、永田翔が突破を返せ。まあまあいいスタジー。さあ伊佐治さん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
失礼しましたね。タバコ解禁、タバコ先解禁、長田正月二十歳。しかし今完全デイブでしたね DJ。 いやもうどうしようもなかった今。さあ少なくともやはり実年齢の半分はしておきたい。さあ長田正月今現状二十歳。うまい、これですよね。今のやばい、長田さんもさすがにおいってなったね。これができるんですよ彼は。本来ねあの場のジャック絡むるかね、はい、まあ、スラジャック今のはやっちまったっつうか、やったよこいつって感じでした。さあ藤本、あ、のすけさん見てくれてる、ありがとうございます。のすけさん体調大丈夫ですか。さあ端端からのたったま経験中先生からですね、非選挙権まで集まってほしい。さあ寒い冷たい。さあ藤本、永田正月21歳。さあ21歳ですね。まあとりあえずあれですね、年終わるまでには目標は達成しました。20歳までは行くという。そうですね、成人式迎えたらいいかなと、はい、まあ面目ですね。この藤本せめて実勢半分はい行ってほしいね。まあ、半分は言ってれば一応形上その45エンド取ったということ、はい、あ、はいはいはい、45エンドですね、取ったということで。これですよね、いやーきついな。来ましたね、ここなんですけど終電が抜けます。はい、どうもすみません。いい、かなり節々は痛いですよ。了解です。あとね、こっち今、失神でごめん。のすけさん、カメラさんがね、のすけさん、宿変わって連絡取れないか、連絡取れないって言ってたよ。はらげ、さあ、しまえて、さあ、このままいいんだ。ゼロか。さあ、長嶋さん、今現在21歳。あの前に行くのがもう、死なんのことになってますよね、今。ようやっと近づいて、もうそっからね、さらに何択か通らなきゃいけないから。さあ、長のやつら、水上ジャンプ2回。1回踏んだら、あれですもんね、初めからやり直しですからね。さあ、ふざけてさあ、エアスラ2回連続ふざけ、痛い、またガル取り返したがまた下がってる。さあ、大エアスラ。さあ、これが DJ ホンダだよと、きついな、これさあ、マジかね、きつい。失礼いたします、21歳これが DJ ですよ。いやね、俺実際ね、DJ ホンダでね、そのホンダ勝ったことないんだよね。言うほど DJ っていけるのかとか思ったんですけど、これ見ちゃうとあっという間ですね。さあ、カメラさん今現地にいない、カメラさんに直接のメッセージかなんか送ってあげてください。カメラさんはいまだにミクシー現役です。連絡してあげてください。さあ、ガメラジー、さあ、ピヨッと押してください。ピヨッピヨッと、ゼロ、さあ、ゼロね。さあ、飛んだの。さあ、長瀬22歳、まあ、現状。さあさあ、追い込んだぞ、飛んだ。さあさあ、100列の最新だった。おお、今100巻見ちゃいましたね。100巻見ちゃうよね。 S ホンダと X ホンダ感覚でガルシアました。スナーショース22歳、品川藤野中22歳。さあ、本日大山ニュートンはまあいつも通り1時まで営業なんですが、さあ、もう一回品川さんは、ブランにしましたね。ですね。サイパンチ、
判定がされ、さらお見事。さらね。100から行く。どうすこいきつ。さらどうすこいきつ。さあ藤沼。藤沼シューグリグラ。さあ辻沼さんは続いて暗記。さあビオペラグエット1位のせいですね。もう年末年越し配信みんなやってるでしょう。しょうがないです。さあスクリューで避難ショートライトショートライト任したね。今さあ持ってた。さあよかった。ザンギいけんのか意外と。さて、にじみ寄ってきて、さあ、ハルクしかしていない。さあ、きついきつい。ダンボダイキックを見せて。さあ、ボグッとって。さあ、シュー君でもあれです、期待したい。シュー君に期待したい。シュー君、椅子止まりと変えよう。あ、止めるも一緒の高さ。ださっき椅子の高さはうんぬん。さあ、しゃがち腕を止めて、勝利権。さあ、3度目の勝利、さすがに。つまり、見ろ。さあ、いい試合ですね、このラウンドはさすがに。ここまで剣が実装ですよね。さあ、どうすこい。勝利で暴れました、すぐに暴れましたかね。さあ、幸せ、1本取った。さあ、7歳、小学生、23歳。目標の半分、常の半分にいけるのか。今、22.5 歳。さあ、なんか、いけますね。さあ、ナイスナイスバレイ。ナイスバレイ。さあ、ハドル、超強で打ったら100ですが伸びてきた。さあ、ナショワツ、俺はまあ22歳痛いんだぞ。ゾンビだぞ、さあ、勝利は相打ちになった。さあ、3段また生まれる。うまい。いいハドルでした。さあ、俺が刺さった。さあ、グリグラ、エド、タケチ、ハセ。そうですね。わしはいつまでも大学4年生で行ったじゃと。社会に出たかいと。学生万歳と。学生万歳、妖怪万歳と。マキコハマってレタゲハマってさ、いいですね。いいですね。そして今真剣は今の光抜け出しますね。そうですよね。いい花でした。止まるかねと。止まるかねって感じでしたね。ガルシャ。なさあですね。さあこうなるきつい。さあドワーイと。さあ厳しい厳しい。何かが起きなければ。さすがに。なんとかセフェイロはレックで負けみたいですよね。さあ永田翔吾。ドカッと当たって、さあ厳しい厳しい。さあ寄ったー。さあ江戸武智博士。さあ、エドもさっき一本は取っている。ということは、それをもう一回言えば、永田翔吾、23歳、社会に出る。社会に出る。さあ、聞こうとください、石ね。さあ、飛び降り下って、シューパーバレー。さあ、選手、選手、しっかりしてる。さあ、めぐって背中より。なお、当たった、バランスは、スピーディング出しちゃった。あれですね、止まるところでしたね、今。ああ、そういうことなんだ。投げ、投げ、ね、
から。そう。セーフセーフセーフ。まさかのあれですね、場所を合わせ、試合放棄じゃない。逆にありですね。逆にありですね。ハンガード。早く投げてくれと。さあ、ヤクルス、ヤクルス。ヤクルス、ヤクルス。厳しい、スピードペース。さあ、エド志望。さあ、タケチ。タケチ、博士、ロード。次。いや年食えなかったねとニヤニヤしてやりますねこの野郎とさあ22歳いまだ仕送り継続中でもすごいですね俺は働かないぜとさあどうぞあの起き上がりを続きがアンテコードなんですね、あれねじゃあ遅らせキャノンなんだけどいやささ一つ無理だねしかもねしっかりしっかり出してさあ今延期マジャンプしたねさあロスコに負けちゃいましたねさあラリーさあキャラさんいやードエイキャラ厳しいさあ博士さすがに博士年取らしてほしいごめん残り6分さあ永田さん学生気分はもう終わりですよとさあシュートアッパーで100落としてさあどうすこい打ってほしいさあ冷静しっかりでしたさあ前しっかり離しましたねよかったが一発消してしまってうわマジかよかったさあ、余計なことでしたね、見せようとしてちょっとやっちゃったって顔でしたねあそこかしんだろ、僕あれですねここにあるお土産ハンデ投げてましたさあ、掴んで投げる、正解です、あれがクラネが正解ですあー、見てましたねちなみにあのサバイバートのあれはほんとレバー前にいますし後ろに入れてめくり中継あれ食らうともう即死なのでクラネ投げが正解ですがバレているとめくりのあのボディスから社会が当たってしまうのでが今博士5つ目の世界引きましたねおいよよしピヨネをピヨネいっていっここから追いつくかそうですよねはいですよねさあ負けないさあインフェルノインフェルノインフェルノフレームさあ7勝勝つ学生終了社会に向かいましたね23歳仕送りトップさあ博士決めてましたねありがたいですですよ、ニートでいい、ニートでいいそこでされたことなんてねえよその前に大学生じゃないですか専門学生ですからねさあ、ピオリーチピオリーチからさあ、いいフレーム PK がいい押しますね長田翔がチャイサンデビューおうめえ、うまいさあ、イメロが出なかったかハメな、投げてハメハメさすがに削られて死んじゃう取れるおーっうまっ4時か今最速と割り込めそうだけどそうですねはいシャカシャカ見てましたもんはいうめうめひゃひゃさすがとか言えないですねインフェルド怖かったですねよく飛びましたね今中田正月に来ようと恐怖を与えたそれだけでもすごいですねやっぱマジかマジかマジかこの方楽しむさあ刺さってここから何だどうあゆしオッケーあゆしオッケーさあ何しオッケー24歳社会人2年目そろそろ会社の人間関係が嫌になってやめようかなみたいな感じのまあ以上でも後輩もできる時ですからね後輩もできるんですよなんでリアルっぽいんだよさあまあ墓来てたなショースコイ見てから入れるのこういうのってほっさあ最悪バーンからおひとより最大取ってさあ追い返してなるところにしっかり好きですよねいや今あれもう間もなくですねあと2本ですカウントダウン的なのが始まりますねよ今ね、どすこいがね、どうせ近くなるんだろうっていうのがあって博士もショーパンじゃなくてスラストにしたんですけど、4連中に届かなかったですね、はいはいはい、さあ、下下から掴んで掴んでさあ、永田翔24歳、これ以上年取りたくねえんだよと
1社購入したら20歳ぜとさあロード1試合いけます。はい、さあ23時50分50数秒まもなく2017年1分、残り1分、さあちょうど残り1分です。切りよく1分でこの試合が終わるか。そうですね、残り50秒。さあ2017年あなたは何を出ましたか。1つ2017年最後にやったんですか。1つ2018年最初にやったんですか。1つ。いい感じにダメなオトライですね。ダメなオトライですね。さあ3ランク残り30秒2017年。しかもここね、大阪含め、大阪から僕含め3人これおるというね。で名古屋から1人おるという、そうね、だいぶ食った環境ですよここ。さあじゃあ試合終わって、さあ残り15秒。さあカウントダウン始まります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。長野さんお誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。そして2018年新年明けましておめでとうございます。さようなら2017年、こんにちは2018年。さあ長田正月明けましておめでとうスペシャル、ここにて終了ということで、長田正月24歳で終了と、終了の勝ちということで、僕ら残念でした。いや悔しいね。長田さんこれワンチャンさ、何週だ、これ今3週目でね。そうですね、3週です。はい、お前でしたったよ。長田さんも惜しかったね。長田さんの目標はあの108の煩悩を払うということで、今まで108勝なんですが、長田さんもねうっかりね80勝ぐらいしてますよ。はい、さあ長田さんが勝利ということで、じゃあですね、ケーキ、その前長田さんからのありたい言葉をいただきましょう。じゃあちょっと長田さんにマイク変わります。はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあめでたく24歳の旅迎えられたクソがクソがフリモンに30歳ぐらい年食わせるかと思ったんですけどね。僕も10歳ぐらい年食わせることだったんですけど、ちょっとあれですね、ちょっとあ、てか全員参加できなかったら結構寒いじゃん。あ、まあですね、なんで1周目の全員対戦やらせようって言われたんで、だからフロンから2回目バルログでやらなくてもよかったかもですね。ですね、ということで、今回参加している36人の方が、大山ニュートン、この年の暮れ忙しさ中参加していただいて、長田さんのお誕生日を祝いに来たということで、本当にね、こんな年の末にね集まってくれてね、ありがとうございます。視聴者の方々も、途中配信トラブルとありましたが、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。一応最後にちゃんと見れるようになったみたいね。そうですね、最後の10戦ぐらいは見れたようなので非常に良かったと思います。あれでしょ、多分録画のやつは後から上げるやつは多分楽しいんでしょ。ね、配信自体映像までちゃんと出てたんで、音声がグダだったんでね。ああ。なんですが後半はなんとかなったと思われるので、本当にご迷惑をおかけしました。まあ、ちょっと機材のミスとね、ラグとかに関しては、の年越し配信と多分全世界、いろんなことでやってると思われますので、世界的に多分ネットが重い状況で、ね、もうどうしようもないと思われますので、申し訳なかったです。まあ、世界的っても日本だけどね、この時間。あ、そうだ、日付変更で次第ありますからね。まあ、日本でなんかいろいろ。今、ですね、ピョン吉エレンからも、明けましておめでとう、永田イカリアみたいな感じになってますね。イカリア食ってんで。さあ、ということで、永田さんが無事。本当ね、今年もいろいろ大会あって、あ、去年もいろいろ大会あってね。なかなかいろいろ一つ盛り上がったと思うんですけども、ですね、今年も、まあ、エクサーとね、あれですね、それ今までやったことないというか大きな大会で経過出すことないとか、それ未完成の展開とか新しい心向き大向き大会やってみたりとかいろいろやったりとかして、で去年はギリギリは1ヶ月半とか短いさながらの募集したいフォックスでしたけども、今度はしっかり譲り寄って一時エントリーだったり告知もした、またおかげさまで100人超えっていうか、フォックスで100人ってすごいよ、ね、あ、俺もなかった。去年は事前エントリー13チームでした、うん、ですが今回は事前エントリーの段階でも俺を大幅に上回ってもう約ダブルスコアで、まあ、一応 5-on-5 の、要はジリサーカーカメ、はい、かける5と、はい、要はエクセスと、はい、で、あ、その2つがメイン大会だと思ってたんだけど、ね、フォックスもうっかりこんなに集まった。フォックスもこの2位とか一気に上がっていた、変なやつがガチで出てきやがった。ルール編成のチーム編成のルールの上部 で結構得なので、まあ難しいんじゃないかなとは常々思っているんですが、今回も去年引き続き寒い決勝戦と去年は今日は俺も先輩だから俺っつよりも黄色いバルログやるよ俺っつよりもで、今年はね青いバルログがまあとやらかしてくれましたと。別にね、一年優勝しなくてもね、まあね、いいじゃんと思うけど、あとは本当ホークスは逆にね、それ今まで誰かあれ言葉食べてんだよ。ありがとうございます。
そう今までそのチーム編成上ね、グリーン今まで来たことないようなキャラ使いとも新キャラもしてんのしてんのみたいな感じで、で彼とかで新しい交流とかも生まれる大会だと思ってますので、今日も来年一番最初に早いのあれかなの3月にやる予定の XR3 ですね、 2on2 ですが XR の3回あ、次やるんだ、ありますね、まあ、2on2 XR 今後 2on2 の固定とかやるとするようになってます。でもなんかどんどんあれなの排出した方がいいんじゃないけどあ、まあそうですねけどそこの 3on2 とか S とかあったりとかするので、で他のほらバーサスのXB でやった、 X バースあれもね、スリオシーなので、スリオシーが被ってしまってもなので、2on2。今度こそ2on2大会っていうのはなかったので、そうね、6は多くね、服はないよ、かける5は5月、で、来年の5月かける5は昨年の外人の方々がもう来るっていうふうにおっしゃっていただいて、来年中は日本の夏は暑いと、蒸し暑いの勘弁とって5月に行くよと言ってくれているので、交互したいと。5月、十分暑いけどな、で、8月、例によってエッソ。で8月に関してはお盆にやるか、ね、今までみたいに祭りやるか、まあ、今迷ってますもう休みお盆の休みとさらに月末休みとっていうのが難しいんじゃないかなと思ったんで、お盆にするんですが、今年はしてみたんですが、ちょっとまだ先の話なのでちょっと考えたいと思ってます。あれはコミケの男性向け同時以外の日ならいいんじゃないですか、そう2日目とかいいんじゃないかなみたいな思ってるんですが、であとはあれですけど10月に今年もあったその X2 に引き続いてた X4 ですね、 X は年2回やらせていただければと、また12月にフォックス、でフォックスの方もですね12月の5日末でやらせていただきましたが、祝日がない、今年は23日の土曜日がそう土曜日の祝日で全くいなかったんで、しょうがなく、まあじゃあクリスマス近辺忙しいから月末逆に合わせるみたいな感じにしましたが、まあ思ったよりも来ていただいたら、まあ12月もう日付はまだ決めません、もうちょっと19、まあ、全然まあ年も先の話ですからね、やっていければなと思ってます、来年も引き続き X 大会かけるエクサエスト、オックスよろしくお願いします。プラスね、各ね各地のね、ですね、あとあれですね、幻になってしまったんですが、エボルパン本来ね水面下でエクスの大会もうマジでもらおうと思ってました、タイトルとかも決めたりとかルールも決めたりとかして頑張ってます。一応幻になったところはエボ X ジャパンワンチャン取られるんじゃないかけどちょっと危ない話しようかなと思ったんですが、まあ幻になったんでまあセーフということで、これもね機会があればやらせていただければなみたいな感じです。ということで今日の長野市をかけましておめでとうスペシャル2017ゆく一つくる一つありがとうございました。ありがとうございました。今度はケーキ入刀じゃない、ロウソクでしょ、買ったやつロウソクされてるでしょ、なんですがケーキ実は24本だと21本余ってるので、横にの方々もせっかくですからね、ロウソクみんな刺していきましょう今いる方々みんなでケーキロウソクそうと思いますのでよろしくお願いいたします。今からケーキ準備します。あとこれダンサーバウフさんから長谷さん宛に来てます。おめでとうございますってわざわざありがとうございます。はい、じゃあ今からちょっとケーキしますんで、まだしお待ちを。やるじゃないか、ジロケンからの再現回収見込み、ジロケンさ優秀だった、トレードしたっつーさえまだ帰ってきてないからね。さあ富山冬はどうなのか、品川くんこっちいるよ、日本海側寒いだろう。寒いよ寒いだろうなてか海近くてねえ、波川なんて
周りあんまり何もないとこだからかなり寒いんじゃないかな。山も近いしね、あそこ。下手なんでってそんなハズラさん意地になっていいじゃないかファッションとしてのマドなわけでしょ。だってえ、あったかいんで長谷川さんの足、下井さんに仮面つけて行ったことない？え、仮面？うん、仮面は家に置いてきて。え、もしかして、あの、昔立川正夫ってことが、うん、マント着て、なんか仮面つけた人間が立川さんですかっつって言ったっていうこと。さすが長谷川さんではなかった。怖くてなんか逃げたらしいんだけど、あいつ。バルログの仮面つけて立川さんですか探しましたよとか言っていやちょっと貸してくださいみたいな感じさすがにハズラさんではなかったな。富山は寒いらしいですね。お、X マーズさん、2017のおめでとうございます。ハッピーニューイヤー。よし。あ、まあしょうがないよね。普通行ってるわけないからね。え？参加費そっち持ってってもらった。うん。ハッピーバースデー、サーティワンオーナースタッフと言ってたの。長田翔が書いてあるの。しかし僕はちゃんと相談しましたよ。サーティワンアイスクリーム大山店さん、ありがとうございます的な感じで聞いてくれた。お、すごい、すごいなこれ。かわいい感じだ。さあすごくね、まじ。あ、また翔が書いてある。はい、でも待てよ。うおうおさあ、はい、ケーキ長田翔です。これにブスブス刺していくわけね。そういや、そうだよな。ほら、一応何あれカメラに見せた方がいいだろ。そうですね、これ今前書いてあるからね、あの幸いアイスクリーム大山店さんからも、あの先ほどの箱開けたらね、あのお便りおめでとうございます、スタッフ一同みたいな感じで、あれちょっと僕聞いてなかったんでサプライズでしたね。ありがとうございます。あの今後も大山にいるとでイベントやる際にも使わせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。そしてこいつが並びますあげましておめでとう。今回のケーキとなります。ちょケーキ屋がねアイスね、あの大岡の短縮営業って僕がちょっと気が回らなくて用意できなかったんですが、うっかりやっていた大山ニュートン、大山店ですよ、大山店のあのサイバーアイスクリームさんにてアイスケーキ買えましたので、ニュートンこいつで皆さんを祝おうと思います。さあじゃあロウソクマオニャン4本、じゃあマオニャン6本、まず1本、さあマオニャンのケーキロウソクニュートンをどこに行く、どこに行く。さあまず1本目、ナミヘあい、おい、ロウソク刺さる、硬いよ、硬いこれね、あの冷蔵プラスドライアイスで超冷やしてるから絡んで、さあ1投目マオニャン、はい、さあトップのさ、じゃあ次はじゃあ藤本さんじゃあまず勝った人間に1本ずつ待って、そっから全員一周です。さあ藤本さん、さあ2本目、はい、まず1本ずつ、そこ行かないでしょ。そういうゲームじゃないから。さあ君、
さん、ビビさん。さあ、次が、エドさん。エドさん。さあ、どんどん、かわいそうなものが出ていく。かわいそうなもの。さあ、どこ行く？人種。急に入りましたね。急に入りました。さあ、次が、博士。博士。いたはい、ロウソクありますんで。さあ、どこに行く？さあ、博士、耳に来ましたね。最後に。最後に。じゃあ、次が、ロウド君。さあ、45本。だんだんこのスペースなくなってくると思うからね。ロード君24歳。オールスだからね。オールスですね、なかなかこれ。奈良さん、年齢差しを。奈良さんはこれからもうしばらく24歳って設定になりますので。さあ、刺さった。平成5年わっけえな。さあ、次が、白浜さん。いや、今度から平成5年生まれってわ。マジだ、平成生まれか。すげえな。年号ちげえからな。あ、松田さんからです。今、来ました。おめでとうございます。LINE 来ました。おめでとうございます。それ大至急、そっち優先で返します。次が、白浜さんの白浜次だが、ペコ君。あとは次がミルキー。あ、そうか、ミルキーにもなんだな。ミルキーロウソクを好きなところに。あ、今画面にカメラ出しました。あ、カメラ出しました。そしたらちょっとこれごとはあれか、イロハさんが見えないかな。そう、イロハさんしゃんでもらって、これもうちょっとこれ近くでいいか。これ机と移動するか。カメラ映るそう。映ってますね。さあ、続いてミルキーの次は僕後回しですね。どう、シャル君。あ、サムいた、はい、いただきます。それさあ、当たさりまくさあ、シャル君、次白に対戦中かな。白に来ました。白にですね、 A4 どれに待つ先ですよ。さあ、ロウソク好きなところに。さあ、好きなところにロウソク。さあ、コート行くのか。おらーと。さあ、コートが待った。さあ、 OK です。じゃあ A4、 ここに行く。すごいな、可愛らしい毛が相当カオスになってきたね。どこの方がこのディグレイザーだよみたいな。最後は狩り斜め。さあ、一応勝ち組としては、ね、最後僕が一本だけ刺して、そっから皆さんのターンになりますね。じゃあ俺どこの方かな、これこれ君にな、刺すとこ鼻鼻でもチョコでこれ刺してて押せねえな。うん、目上だな。さあ、ということで、じゃあマオリャンからもう一回2周目で、じゃあマオリャン一回もう一本お願いします。さあ、マオリャン、さあ、マオリャンがブス、またそれ火つけづらそうなところに。さあ、 OK ですね、抜けました。さあ、これアクシデントでアイス溶けてきちゃいますからね。ですよ。さあ、イザイさん。さあ、イザイさん、順番じゃなくて、とりあえず言われました。品川さん、藤山さん、まだロウソクさんやから、みんな来てください。みんな来ちゃっていいですよ。はい、伊勢さん、品川さん、藤山さん、シュウ君、横島さん。45本刺すスペースないよね、これ。いや、あるって。あれ、本人はやばい。はい、ケシーさん、で、杉さんの、ハインコーさん、井川さん、ジェルビー、紫、テロテープ、みんな、刺しまくれ。ジェルビーも。バスさんも刺した方がいいです。来てるから。どこが針治療だよ、俺。これ刺しすぎだろ、これ。先ほど食べ物で遊んでるわけじゃないです。食べます。ちゃんと。さあ、ろうそく、みんなで刺してあげてください。さあ、教授も来てないんじゃないか。あ、いるいる。セオ君、クロッチ、センボン君、クロス、オレノーさん。みんな来てください。45本刺さんのか、これ。刺す。なるべく上にしてほしいね。張り供みたいになって。なるべくだからね、やっぱ火つける関係上ね、上にしてほしいです、みんな。上。横とか悩むとか、火を取り合うのもいいですから、なるべく上で。はい、どんどん刺さないで。どんどん刺してください。俺刺さないで、ハスラさん。どんどん。ハスラさん刺すとか言うと怖いからね、なんか。紫、お前刺し来いって。さあ、他はパッと見た感じ、一通り刺してんのかな。出してください。さあ、紫、はい、どんどんみんな刺してください。ヌルパくんは刺したかな。ヌルパくん、ロウソク刺してあげてください。これよきついな、これ。ごめん、横ちょっと抜いちゃうね。横は無理だよ。刺し直そう。はい、すごいな、これ。さあ、どんどん
まあ、さあ残りあと何本、まあ、張り行くようですよね、これ。さあ45本がのローカーもらってますので、あ、もう残りじゃ10本切った。まだあるまだある、あともう5本あるのか。さあどん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 、さあもういや番号もさっていいよ、もう一回。さあどん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 出しましょう。あ、クロッチロストクさせてください。奈々さんのお誕生日お祝いする。なんだよこれ本当に。さあどんどん絵空が、さあこれさ、ニューしか出たから、むしろローソクだけでなんかあみたいになってるぞ。ローソク髪の毛になってる。確かに、ええやろ。さあこっから大変な、火つけるの大変なんだよね。タバコ吸うメンツみんな詰まって、タバコ吸うメンツ、ライター車詰まれ、ライター持ち、みんなで火つけてもらわないといけないから。45だからね。さあどん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 刺して、あとこれ4本、ちょバランさんも刺しちゃおう。うん、もっと刺して、シャル君とかもアムリカ刺しちゃって、うん、そう、そろそろ刺しに。さあなるべく上、なるべく火つける関係上、なるべく上向きで。さあ全部下がったかな、45下がった、刺さったかな、カオスだなこれ。刺さった、取りましたね。じゃあさ、刺さった、あ、おめ、よし、じゃあ点灯式。ライター持ち、ライター持ちでね、上からつけて、こう熱々になるか、下から下の方からどん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 上からつけて、さあ行きますよ、行きます。下からやっても真ん中大変だ、上からのかな、上からのかな、絶対じゃないか、だって上でやるの大変だ、ライターでやるの大変、俺と無理だよ、あ、もうあ、痛い痛い痛い、1本ロウソクって、ロウソクみたいな、そうだね、ロウソク回った方が、ブザブザブザなんか用だ、ローが垂れちゃうよ。さあ、早くとりあえず真ん中の穴ついてない、真ん中見ついてなくない、まあ、もうちょい全部つく、最後はどうするどこにやる、どうする、全部ついた、よし刺せ、はい、もうどこでも刺せ、頑張って刺せ、セーテーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアショーガースハッピーバースデートゥーユー、はい消して、さあ長野正月、長野正月、さあアーリボン再現しました。いやー、ひどいね。おめでとうございます。さあ、いやー、危うくなりですね、火事、待ったし、さあ、じゃあこれ、ロウソク、もうちょっとしたら、ロウとか冷めるの早いから、もうちょっとしたら少なくなるはずなので、サクサク抜いて、スプーンここありますので、まあ、男子だからね、まあ、バウンサーまでね、スプーン1本専用だね、みんな回しで、スプーン、それはいっぱい、食っちゃっていいですよ、なんでお前から食うんだよ、長野さんだろ、カオス。まだ永田さんかも。さあということで、無事今回の長野正月明けましておめでとうスペシャル2017ユクソスクロソス全ての工程が完了いたしました。ありがとうございました。お疲れ様でした。おめでとうございます。さあこれですね、あの穴ボコボコになって、これなんかこれじゃあプラモでいうとこ、その清掃とも戦士みたいな感じでいい感じに、いい感じのあの汚し塗装ですね。はい、これはちょっと写真あげてもらって皆さんね、ラストランを祝ったり、スプーンでみんな当ててくださいね、ちゃんとロー、はい、でローの部分はあの、しばらくからこう削り取りしてもローかかっちゃってる部分は、はい、で、みんなスプーン使い回して適当に食べちゃってください。ちょ、長さんまず食べてください。はい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 、大丈夫そうなところから、大丈夫そうなところからとか、あ、これ全部アイスなんだこれ。そう、全部そうですよ、全部中アイスですよ。食べてくださいね。さあということでありがとうございました皆さん。まず長野さん一口食べて、さあどうですか。まあまあ美味しいですね。美味しいですね、いただきました、ありがとうございます。いただきます。とりあえずね、何もかどれもくにもね、あのこんなねクソイベントをねちゃんとやらせてもらってください、ありがとうございました。火事待ったなし、もし火事ってのは俺松さんにもう一生かかってもあれもう謝罪しきれない、あれは反応したかもしれないから、ね、スプリンクラー待ったなしみたいな感じのということでありがとうございました、本当にですね、危なくでした。じゃあ皆さんアイス食べちゃってくださいね。プレートを皆さん食べてね。はい、よし、いただきまーす。ロー食えばいいんだけど、うまい、うまい、うまい、おいしい、うまい、これうまい、うまい、うまい、ローソンイグルカのような立てないな。
申し訳なさそうに端っこから削ってんの。いやいやいや、ロゴ貼ってくる。ああ、あれか。すんごい惜しいんで。いや、溶けちゃうから食べるよ。ただいいっすよ。田中さん、これずつ縦に1分並べるから背景してみてくださいよ。政権中断的な感じで、はっ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 てまだ3つあるかい、まだ1つあるかい、あるかい、あるかい、モリモリ食っていい。じゃあこの貝の貝のは貝よ、イカ貝のだな、これ。あ、ここにもいる、まーちゃん、まーちゃん、ここに貝の、すいません、マイスプーン、スプーンがもうない。え、マイスプーンない。え、どこ行ったんすか。漏らしてない。洗ってない。洗ってきます。いやいやいや、そんな、ちょっと待って、ちょっと待って、うまい、うまいね、これね。俺のことを認識して、あ、認識します。大丈夫です。だから、前からだから確認されるんだけど、それだけできる。あの、ツイッターの名前って何でしょう。ワークコンボ。え、混同してるんです。あ、ただもう大丈夫、もう大丈夫。あの、スターフォルダーはそうですよね。さあ、どっからさ、早くても出してきたね。だいぶ古いな、それ。スターフォルダーのすごい人ですね。まあ、一応君のところ、まあ、自分は考えてタバコやめたの。いや、吸ってよ。ダイエットしてるけど。もう、あ、本能の赴く川に絶対ので、お前ら小さいんだよ。バクッて目の周りの肉がないから。バカじゃねえの、お前。飲み屋のホッケとか出たから周りがうめんだよ。飲み屋のホッケ、試合の部分がうめんだよ。あ、そうそう、一番前だぞ、そこ。終わるよ。だって何してんだもん、だって。溶けちゃうアイスだからさ、溶けちゃうんで、溶けちゃう、熱いから溶けちゃう。食いしん坊だけやる。いやー、俺だけどころさ、そんなんか正月三日間にしか全然見てやってなかったからさ。あー、なるほどね。ガキのケーキ食ったことなかったんだよ。俺、今日あったね。マジっすか。俺は耳の引き代わりでお手伝いさ、素晴らしい。今年だとクリスマスと誕生日に全部一緒にされるんだぜ。アイスだから最悪だね。え、1月2日が誕生日なのか。1月2日って大体そうなのかな、やっぱり。それで親が正月名付けたんだぞ。名付けてねえから。え、名付けたんじゃないですか。名付けたんじゃないですか。その親にいたらぶっ殺すよ。あ、バカじゃねえぞ。何回聞いても正月っていうことしか帰ってこなかったよ。食っちゃうよ。モリモリ食っちゃう。モリモリ食っちゃうよ。食感させてもらえるでしょ。よし、別にいい、いいです。みんな食べてくれ。僕はもっと取んないと。今日の段階だから出てたから。そうだよね。これ、ママ、パティシエはどうなの。もう約束にも上がりました。特に上がりました。特に飽きてるんだ。あ、危ない。なんかガツリ取っちゃってもいいやん。え、今何やってるの。役に住みやがってるね、もう。え、どこ出てるの。
だいぶ食っちゃった。試合クロスガンいくんだ。これハマるハマるペロペロみたいな。おいな、生クリームとアイスクリームだ。全然ガバッチだから。超体に悪そうだよね。なんか急激なスピードが減ってたもん。あ、誰が食うやつだ。全部行け。女の子に言えないよ。ボーダーをしろ。ボーダーをしろ。どこまで子供やねん。なんでどこまでいいよ。死ぬならいいよ。あって。落とすタイム。落とすタイム。ほら。ここね。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これは捨てるとこ捨てるとこあるの？これ。これもいいですかね。サーティーワンカップ一号からカードこれもみんなごっきんすか。じゃあその箱に入れようですね。よっ、ついちゃった。時間だ、高さなんか。これ、ごしょうさん、なんかさ、これは、これは捨てちゃうんだよ。いや、これは、もう一応、これは持って帰って。これも一応、これも、花も出てない。みんな、いつも、冷蔵庫。おぉ、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 ロー、もう一回火つけて、溶かします。すげえ、ベリベリ、さあということで、ぜひですね、ちゃんといたずらとすることもなく、スタッフじゃないですね、参加者みんなで綺麗に、あれないや、あれ確かツイッター見てください、綺麗さっぱりなくしました。ということで、長谷さん改めて大谷チームおめでとうございました。さあコメントさね、まあ山ニュートンさんもね、山ニュートンさんもね、まもなく2017年度、まあ、日付当てますけどね、実際まだ12月31日の営業日という扱いなので、まもなく閉店となりますが、皆様、時間の許す限り、対戦楽しんでください。ちなみに最終電車、一曲だけ最終電車は12時53分。で、閉店後1時ゲスト1時14分が池袋方面行きの最終電車になっておりますので、皆様、乗り降り等ないようにお楽しみください。今日も、皆様ご来店ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。2018年も頑張りまーす。画面切り替えちゃっていいです。